ニューヨーク連銀が6日発表したアメリカの去年10月から12月期の家計債務残高は、過去最大の17兆5000億ドル、およそ2500兆円でした。クレジットカードのローン残高は3四半期連続で1兆ドルを超えました。また、90日以上の深刻なカードローン延滞率は6.36%と2011年以来の高い水準となりました。